ハッピーハロウィン。どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。ゴーストリック、なんかソロモードやらね、デュエルフィールドやら、何やらが追加されてまして、最近ね。なんでこの時期なんだろうなっていう。もうハロウィン1ヶ月前に終わってるぞ、みたいな、感じなんですけども、皆さんご存知ですか？ゴーストリックの打天使という特殊勝利モンスター。これまあ割と有名なのでね、知ってる方も多いかなと思うんですが、こいつにですね、アップデート、前回のアップデートで神演出が追加されているということが判明しまして、これは動画で取り上げるしかないなと思って、今回はこのモンスターを、使って特殊勝利していく、そういう動画になっています。これ、どういう条件で特殊勝利できるかっていうと、まあ、エクゾディアとかみたいな感じで特殊勝利できるんだけども、このカード、の素材が、10個になった時、エクシス素材が10個になった時に自分はデュエルに勝利することができるよっていう、まあ、そういうことになってまして、まあ、こいつの素材をね、めっちゃ増やしてあげればいいんですよ。で、今回は、まあ、ゴーストリックの打天使の素材を増やすためのギミックとして、LL のね、ギミックを採用してまして、こう LL がねめっちゃ相性いいんだよね。そのバードサンクチュアリっていう、カードがあって、これがですね、トリエクシーズの2体いればトリエクシーズどっちかにどっちか重ねることができるっていう、まあ、そういう効果がありまして、これリプロドックスを使って、ゴーストリックの打点子を取りにしてあげると、この下にね、もう一方の取りを重ねることができますんで、結構強引にね、エクシス材を10にできるっていう、このコンボをね今日は見せていきたいと思ってます。でね、まあこいつのね演出がやっぱ結構凝ってて、なんか最近マスター運命、なんか僕この演出追加が結構やっぱ素晴らしいなと思ってるんですよ。例えばエクソディアとかはもともとあったんですけど、関取無双丸とか、この間動画にしたんですけど、ああいうモンスターにね、なんかその隠し要素みたいな感じで特殊演出追加してくれるんですよ。で、今回このゴーストリックの打天使にも神演出が追加されてますんで、ぜひ皆さんにもご覧いただきたい、そんな風に思ってます。早速ね、この打天使ちゃんの演出ご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、なかなかハンドはいいぞ。無限法要とエフェクトペーラーだけはケアできるぞ。なんかこのデッキのさ、いいところさ、意外とさ、なんかゴーストリック決まんなくてもなんか LL の動きして意外と強いみたいなところありますよね意外と強いみたいな、それだけで。で、ターコイズ特殊召喚、ターコイズ、あ、ちなみにコンボパーツは、ターコイズワーブラーとコバルトスワローっていう2枚が手札に揃ってて、で、もう1体が、ナーベルとかそっち系のトリッピーだといける、大体。まあ、サファイアとか、サファイアかナーベルか、あれ、ワグテイル。まあ、どれかの鳥だといける、大体ね。これだと確定。今一応妨害なければ確定。 OK、 いける。で、これ一応ね、無限法要とかエフトベーラーはこのサグラビスっていう謎のモンスターがケアできるんで、割とまあそういうところには強いかなっていうね。最小に取る効果を手札からぶん投げると無効にできるっていう効果があるんですよ。はい。まあここはあれですけどね、破壊の摩擦とか禁止令とか発禁令とかその辺でもいいわ。まあ、結局ね、相手の妨害を乗り越えてどう乗り越えていくかみたいなところだから。で、スターリング特殊召喚で、サファイアの効果発動する。で、サファイアはエクシサイになると自分の墓地の超重族を重ねることができるんで、自分のエクシスモンスターに。で、バーさんと、発動して、で、バーさん効果、リサイトの素材が3つなので、ワンドローが入る。あ、抹殺いいね。で、リサイトスターリング効果発動して、オーバーレイユニットを1つ使いながら、ベリルかなりいいもって、はい。あ、これ後で使います。で、ちょっともったいないんですけども、こことここで一回フェリジット出して、で、フェリジット出して、あ、ちなみに今の持ってくるカードなんですけど、あれ、ナーベルとかなければナーベル持ってきたり、なんかここはもうなんか臨機応変に対応って感じです。はい。で、ナーベル特殊。で、ナーベル特殊召喚で効果発動。2枚除外しながら、ケモナー出していく。はい。で、ベアブルーム。で、ベアブルーム効果発動して手札ぶん投げて、増字もいらんな。
もうこれ多分エフザベラも無限ファイルもねえわ。で、サファイアスワローを特殊召喚。サファイアがね、あの単位ついてなくて墓地の、鳥を重ねるっていう効果長いも使えるんですよ。これをね、使っていくスタイルでいきましょう。でフェルジットとベアブルームで、最強モンスターシュライグ。シュライグの周りにさ、メルクーリエ飛んでるって知ってた？なんか俺最近気づいたんだよね。あのシュライグのさ周りのにさ鳥飛んでんのよ。これあのねメルクーリエ飛んでんのよね、かわいいよね。でリプロドクスで、こっちでもいいんだけど、シュライグ効果とナーベル効果でチェーン組んで発動して、でちなみにあのベアブルームの効果とか発動しちゃうとわけわかんないこと起きるから鉄銃しか出せないみたいなね。なんでそれは絶対発動しないでください。で、金華鋲を持ってくる。で、これここまで僕召喚権使ってないんですよ。まだ召喚権を一切使っておりません。でフラクトール効果を使ってサファイアをもう一枚落としていきます。はい。で、金華鋲を召喚すると自分の墓地のサファイアスワローを特殊召喚できるんで、これスワローも特殊召喚して、でここ3体でエクシーズサファイア効果で自分の墓地の鳥を重ねることができるっていうことね。これ2回発動します。はい。で効果サファイアの効果でサファイアの効果、これワグテイル以外で、ワグテイル以外のエクシーズモンスターはもう絶対重ねてください。エクシーズモンスターとワグテイル以外で、ワグテイルは、自分の墓地からエクシーズモンスターの下に入ることができるんですよ。滑り込むことができるんで下敷きになれるっていう方があるんですよ。でこれを使ってワグテイルの効果で下に入る。こうすると素材が6個になるんですね。リサイトスターリングのこれで準備は完全に整いました。そしたら、ベイリルカナリ使って、これ効果を通しちゃうとエクシーズモンスターしか出せなくなっちゃうんですけど、もうエクシーズモンスターしか出さないで大丈夫です。で特殊召喚ターコイチ特殊召喚でレベル1のモンスター2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚ゴーストリックデュラハム。正直何でもいいんだけどね、ゴーストリックだったら。でゴーストリック名所なんで、こいつの上に重ねてゴーストリックの打点使用エクシーズ召喚ゴー。そしてリプロドクスの恐るべき効果を発動。リンク先のモンスターを宣言した種族にする。もちろん宣言するのは鳥。お前らは今から鳥だ。そしてバーさんの効果を発動。バードサンクチュアリの効果により、エクシーズモンスターの下にエクシーズモンスターを重ねる。うわあ、見よ、これが新ゴーストリックの打点し最強演出。うおかわいくない？見た今の。ホナミくん本当にいい仕事するよね。なんかさ、その環境で活躍するモンスターだけじゃなくてさ、特殊勝利モンスター、例えばもう関取無双丸とかにも演出あるんですよ。皆さんね、よかったら見ていただきたいんですけども、動画に出してるから。関取無双丸とか、あとこのゴーストリックの打点使とかエクゾディアとか、こういう特殊勝利モンスターにもちゃんと演出をね用意してくれてるのマジで神だなと思ってて、まあなんかそのおいおい、なんかヌメロニアス、ヌメロニアとかにもなんか演出追加されるかもしれませんしね。なんかアップデートされるごとになんか特殊勝利演出追加されるとかいう、なんかドッキリ演出みたいなドッキリ感があって、すごいいいなって思ってます。はい。なんかマスターデュエル運営にはね、なんかね、日頃結構感謝しかしてないね、最近。いや、本当に。某、スマホ系 DCG のあのゲームの運営にはね、ほとほと愛想が尽きているところはあったんですけど、ぶっちゃけマスター運営、マジ神じゃね。結構演出もしかり、なんかその、なんか UI 周りしかり。で結構ね、俺マスターウェイはすげえ好きですね、基本的に。はい。まあ、今一番何が不満かって言われると、新パックの順番がわけわからんかってるから読めなすぎて、なんか何来るか全然わかんないから、そこだけから。あと新パックの情報が出なさすぎるから、なんか何が実装されるかあんまわかんないんですよね。なんかさ、お知らせもなんか文字だけだし、なんかそこぐらいなんじゃないかな、不満があるの。もうなんか他はあんまもう不満ねえわ。
ああ、マスターデュエルに。ああ、あと、あの一応、待ち時間300秒は短いなと思ってるけど、まあ、これはなんかいろいろね、諸説あるから、まあ、個人の意見だと思うんで、これは。正直ね、結構ね、あの、ペンデラムテーマとか、回してたり、あと、マリンセスとか、回したりすると、結構やっぱ300秒足んないんですよね。あと、高校まくり。相手の盤面を返していくときに300秒結構足んなくて、なんかどっから動いたら返せるかとかいう遊戯王の醍醐味である駆け引きみたいな部分が結構厳しくなるんで、ここは300秒はねもうちょっとなんか300秒が短いっていうか、回復時間をちょっと伸ばしてくんないかなって思ってるんだけどね。高校だったら400秒から始まるとか、高校は400から始まったり、あとあの先行で300使った後に相手ターンで例えばまあじゃあ90秒回復するとかね、もうすぐに、うん、まあそういうのちょっと欲しいなとは思ってるんだけど、まああのそんぐらいかな、はい、マスターデュエルは神ゲーです。はい、で相手の展開はわけが分かりません。ダランベレシアンやばいですね。はい、レベル44体でのダランベレシアンはかなりやばいです。何察知すんだよ俺やばい動きしてんな。デッキから魔法トラップカードスネークレイン、やばいカード察知してるゲロヤバカードサーチしてんじゃん。スネークレインは8類族モンスターを4体ね墓地に送るっていうなんかガチでやばいカードなんですけども、ゴーストリックランタン誰、ゴーストリックデュラハン、ゴーストリックデュラハン打天使、何お前もゴーストリックの打天使の使い手だと言うのか。特定のカード1枚はデッキ化手がいかれる。なるほど、ゴーストリック分からん分からん分からん、ゴーストリックの、あーデュラハンの効果ね、はいはい、でゴーストリックが回収されていく。なるほど、でゴーストリックの打天使の効果エクシーズ作用を追加していく。なるほど、でスネークレイン発動、スネークレインを発動して、ゴーストリックリフォームを墓地に送りながら、なんかいっぱい送られたぞ。なんだオーバーレイイーター、誰や誰やお前。相手フィード上のエクシーズ剤を1個届いて自分のフィード上のエクシーズモンスターの下に重ねてエクシーズ剤する。へえ面白い。でも今俺何もいないぞ。あ、だからコーディナルがいるってこと。ゴーストリックデュラハン、なるほど、デュラハンからの打天使、なるほど、もう1回素材を増やしていくってことか。でコーディナルの効果を発動して、コントロールをダッシュでオーバーレイイータ効果、墓地から除外すると、あ、なるほど、これあれですか、ライカの素材を、あ、なるほどやばいやばい、これ耐えてないんだ、なるほど、強い、やばい、待ってくれ。いやでも言うて相手3枚しかないぞ、どうするんだ。オーバーレイイーターの効果、まあ一応これ3回は発動できるな。すげえ、なんか全然知らん方法でゴーストリックの打天使の素材が増えてる。この方が墓地さんでしょ、自分のフィード上の、わから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 、誰アレート誰。この方が特殊成功した場合、除外されている自分のモンスターの中から8列モンスターを含むモンスター2体を対象としてそのモンスターを墓地に戻す。何何オーバーレイイーター再利用だと、まずい、わからん、なにー、あーおーハッピーハロウィン。